この活動は若い世代に医療や看護の仕事に関心を持ってもらおうと、県東部保健所が毎年看護週間に合わせて行っています。今日は、別府鶴見川岡高校3年生4人が西別府病院も訪れました。生徒は看護師や理学療法士の指導を受けながら、患者の筋力維持のトレーニングを見学したり、車椅子をサポートしたりしました。 また患者とコミュニケーションを取り看護の現場について学びました患者さんと触れ合うことによって将来病院に就職した時につながるものが多く学べました <laughs> すごく緊張したんですが患者さんも優しく私に笑ってくれてとても嬉しかったです この活動は中高生が参加して17日まで別府市や木月市などの医療機関で行われます。